はい、ちょっと今日はね、一人で、配信会ですけれども、後期の方をね、バチコリ縛いていきたいと思います。録画開始開始たまにやってくる、配信会、トロランク動画になります。確かにね、マナブーツ強化されたし、あとマナムネにスキル乗るようになったから、結構後期強いんじゃねと思って今やってます。やっていこう。うん。でね、ルーンはシンプルにやるね。ルーンはシンプルに何やったっけな、ブルータルジャイアントスレイヤーあれかな。あ、ロトロのやるね。ルー避けるね、めっちゃ。で、あとゼドなんでボーンアーマー入れてます。なあ、寄れないんだよな俺、別にでもないけどな別に。最悪だね。最悪だねこれ。まあ Twitch がこっちに来るっていうピンを出さなかった時点で寄らなくてよかったと思うけどな。寄る。でね、割とマナの Q を結構こう今ファーストストライクにしててポンポン打ちたいから、まああれかな、サンスキは使うマナがないから取らなくていいかな別に。4は取ろう。相手書いたし、これはプッシュしリコールですね。一生欲しいけどな。で、割とこのブリンク系ある系、エズとかね、後期はね、やっぱソロ級いいね。こういうチャンピオンはソロ級がすごいやりやすい。あまり味方依存がないというか。あ、もう積んでんのか。マナムに行って学ぶっつかな。パンテオンに2キル、嫌なとこにキル入ったな。一応まあボンアーマー持ってきてるとはいえちょっと嫌だな。待って、ボンアーマー持ってこれてるこれ。え、なんか変わってね、なんかボンアーマーのエフェクトなくね。あれ、待って、俺ボンアーマー持ってこれてるこれ。ファーストライク積んでるから積極的にダメ取りはしていきたいな。これ避けれてないの意味わからんけどな、割と。安定。逆にこれ今ないから、強気に行ってもいいけどね。相手のウルトないから。ああ、ウルトインしていいのに別に。パンテオンのウルトがちょっと怖いか。ファーストストライク溜まってるからなー、これ。イスキとアルティメット当てたいんだよなー。いいね。稼げてる、稼げてる。で、マナムネ入るから帰りたいなー。ミッドがファイトしてるけど、どうだろうね。あー、これでももう一個ウェーブをしてから帰りたかったな。まあいっか、パッケージのタイミングが絶妙だなこれ。今取っちゃうとドラゴンに間に合わないし、やっぱドラゴンファイトでね使いたいから、これもう一個押してあれかな、すぐ帰る感じかな。まああとね、しっかりこう村マナー貯めていきましょうって感じかな。ファーストストライクと
で、ここで帰ってパッケージ取りに行くと。金積みたかったな。でもこれ直だね。クレチ号だね。ナイス。うわー最高だねこれ。一番強い形で撃てた。美味しい。パッケージあるときはマジ、こうブリンクも2回使えるし結構強気でもいい。これワンチャンないかな。惜しい。結構惜しかった。でこれバリアあるから倒してあげてと。いいね。パンテオンがこれどうだろうな。パンテオンも多分、ああなるほど、来んのか。死んだね。まあまだこれで確実に取れるからいっか。ちょっと下に見えてないから気になってたけど、まあまあまあ。これね、3上げるか2上げるか結構諸説あんだよな。説あんだよね。あの今回結構ゼドもパンあれもいるし、ちょっとブリンク上げするか。この CD をちょっと上げていきましょう。であの白色の時は別にミニオンに打っていいけど、赤色の時は敵に当てたい。まあ外しちゃったけど。赤色の時は狙ってでどっか。これやブリンク切っちゃったからいいかも。うん、ナイスナイスカバー。ワード入ってねえ。ボンアーマーが効いたか。ほど見えてないな。このめっちゃ前振りしてくるな。戦うときはよっしゃ、マナブーツ入った。またこれでダメージがちょっと上がるね。で、シーン、あれあれ、待って待って待って、あーシーン持ってた。もうアージから買えばよかった。ローもしてくるな。出たい。よし。これボンアーマー剥げちゃった。もう一個押して帰ろうかな。ここで削れればね、儲けもんだし。ちょっと早くパッケージを取りに帰りたい。待って、これ危険危険危険。
すげえ。なんかめっちゃ勝ってる。ナイス。これはね、結構いい形で引けるかもな。もう引いちゃっていいと思う。これでこういう風に打つと、相手がこのパッケージのこのなんてヘリに打つと、ヘリに沿って打って相手内側に入れれたら、もうずっとパッケージのダメージ入るから、今のマジで S 検定だ、 S だね。 S ランクの打ち方できたね。まだバリアあるから大丈夫で、強いね、後期普通に。だから今パッケージめっちゃいいタイミングで引けたわ。パッケージってこう、ノックバック判定があるけど、引けなかった。無理だな。これでも味方来てるから、つって、でバリアあるから、あ、でも待って、マナなくなるの話違うかも。マナなくなるの話違うかも。バリア残しときたかったのに、バリアってかちょっと話違ったね。今のはブリンク残しときた、残すとけばまだあったと思ったけど、ちょっと話違ったな。キルは入ってないけど、お金もちゃんと稼げてるしね。まあ、何よりね、パッケージの引き方がさっきからずっと刺さってる。まあパッケージは割と相手分断か、もう敵に当てて、まあ踏ます、なんか1回分パッケージのダメージ判定与えるか、さっきみたいな形が一番理想だね。あの壁際の、もう壁とかにこう沿うようにこういう風な形で打つと、相手がそこに挟まってノックバック受けて、この壁に押し付けられつつ俺のパッケージが一生あるみたいな。結構それ強いから、めっちゃ髪色硬かったんだよ。髪で育ってる、ちょっと育ってるか。こんなめっちゃ育ってるわけじゃない。はい、ナイス。ブリンクキャラはええな。なんかちょっと味方強いのはなんかあれだね、まずいね。味方強いと、パンテンをまずいじめる。バロン殴るんじゃなくてパンテンからいじめる。エドいるから時計欲しいけど、まあ、いっかリストメーカー入るし。もうパッケージの巻くタイミングずれちゃってさ、ちょっと取るの迷うよね。まあ、俺はドラゴンファイトで絶対にある方がいいと思うから残しちゃうけど、まあ、ここで取って有利取るっていう考えでも別にいいとは思う。まあ、好みかな。このパッケージの時間短いしね、なかなかその時間だけで有利取れるかって言われたらちょっと何とも言えないんだよな。マジかお前、外した。判定の慣れが終わってから打つ。味方は全然来ないね。あー、なるほど。まあ、これフラッシュアップしよっか。ここうまいな。ナイス。ステージ取るまでもないから。わあ、めっちゃいいダメージじゃないこれ。ほらいいね、この赤とね、旧赤が当たるとね、マジでモリッと減る敵は。
これめっちゃ嬉しい。なかなかあれだけどね、旧赤を当てる、しっかり当てる。旧赤当てたらね、もう相手の ADC 泣いちゃうね。マウンテン取っちゃったのかも。あとはパッケージちょっと、あ、パッケージ余るしちょっとここ持っちゃおうかな。でビルドはちょっと全然試してないんで何がいいかぶっちゃけ分かってませんね。今回はちょっとフォークウルト強めでいこうかな。あ、待って、でもこれエルダー2分か、まあ、2分半だっけ。これ湧くのミスったかもね。であとこれパッケージ取った後って2回ブリンクできるから、シンプルにこの風に打っちゃって、もう1回ブリンクするっていう、このもう強いね。でもこれは普通に俺があの甘えたから死ぬね。あれ、俺後ろに味方いると思ってたら誰もいなかった。これがあの俗に言うあの歯茎ですね。みんな勉強になったかな、これ。わざとやってみたんだけど、今味方がいないのにこう一人で突っ込んでいって、まあ、相手を倒そうとすることをこれ歯茎言います。まあ興味、この試合に関してはぶっちゃけスタッツは悪いけど、まあ、ダメージもまあぼちぼち多分出てるだろうし、もう何考えてるか、まあ、特にパンテオンがヘラルドに見えなかった時にあれ下がればよかったなみたいなのは、まあ、そういう下にパンテ映ってないし下がるかみたいな、まあ、普通のことだけど、まあ、そういう風にちゃんと考えて動こうねっていうあれだね、反面教師だねにしてもらえると。いやー、エコーのターンいいね。これはもう前だね、勝つのは前。いいね、エコーが育つと相手の ABC なのか何もできなくなるからいいな。赤が当てれないんだよな、なかなかこれ結構むずい。これやっぱ一番ダメージ出てる、まあ、ダメージ量で言えばやっぱダントツだね、3万7000ダメージ。まあ、今回ね、結構マナムネトリフォー、クリティカル型じゃないから、まあ、AA ってより、どっちかっていうと、まあ、スキル結構打っていきたいなと思ったから AP ビルドにしたけど、まあ、シンプルに、クリティカル型とかでも全然強いかなとは思う。で、クリティカル型だとね、結構 A 挟むし、ちゃんと。っていうのは大事だし、まあ、あと、こっちの利点は、まあ、トリニティフォースの HP 量が詰めてるのが俺は結構好きかな。っていう感じですね。でちょっとね迷ったんだけどね、ぶっちゃけ赤にしようかなとも思ったんだよね、これAP 型っていうかこのダメージ型にしようと思ったから。なんだけど今回はこういうルーンでやってみました。ご視聴ありがとうございました。一人でねぼやきながらシリーズでした。はい、じゃあよかったなと思ったら、まあ、パッケージはねなかなかいいパッケージが引いたかなと思ったんで、はい、よかったらねチャンネル登録高評価よろしくお願いします。